アニプラスをご覧の皆さん、テオコルネーロ役の熊谷健太郎です。スタッフキャストロール、その名前が一番最初に自分の名前が来るっていう日が自分の中でこんなに早く来ると思ってなくて、ただこのお芝居のてか作品のやっぱ中心ってこともあって、本当に頼りないながらもいっぱいいっぱいなんですよ。結構自分の中で精一杯やらせていただいている中で、本当周りの先輩方の助けとか支えがあってなんとかここまでやれてるので、今もなんか修行中ですそうですね、やっぱりそのテオ自身が一番最初は流浪の君主っていう中でも、やっぱり本人のポテンシャルとか、あの伸びしろはすごい、あの原作の小説を読ませていただいている時から感じてはいましたし、その中でこのどんどん君主として人の上に立つものとして成長していくテオがありながらも、どれだけあのテオの純粋さというかまっすぐさを大切に、そこの芯を土台をぶらさずにやれるかどうかっていうのはいつも考えてます。やっぱりこの戦記ものということで、今回の第1話はやっぱりまだ1対1とかなんですけれども、これがどんどん何百対何百、何千対何千、何万対何万とどんどんあの迫力も増していきますし、その映像美という意味でも作品のこのバトルの迫力もどんどん増していくのもそうですし、やっぱり群像劇、たくさんの人が出る人間と人間の会話がすごく魅力的な作品になるので、その人と人の関係性も注目してもらえたらなと思います。テオ・コルネーロのそばにいる仲間たちって本当にやっぱり一人一人魅力的だし、能力もあるし、やっぱキャラクターたちが立ってるので、テオのいないところでとか、テオがそこにちょっと今現状何かできないっていう状態でもやっぱり支えてくれるし、活躍もしてくれるし、やっぱりその美男美女が多い作品ですので、もう非常にそこももう自分のお好きな、一番このキャラが好きっていうのがきっと見つかるキャラクターたち、仲間たちだと思います。僕たちのやっているグランクレスト戦記のアフレコもどんどん佳境に入り、ラストスパートにはなっていますけれども、変わらず僕らキャスト、スタッフ全力で作っております。皆様が楽しんでいただける、心に残る作品になるように頑張っておりますので、グランクレスト戦記ぜひご覧ください。よろしくお願いします。